とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩りやっていきます。最近 90% がいいって言ってて、全然出なくなったんだよな。一時期 90% でめちゃくちゃ調子良かったの。でも、最近全く出なくなった。ということで、まあ一応 90% ぐらいを目指して、作り込んでいきましょうか。やっぱ 90% ぐらいがいいかな。それで、なんとか、行きましょう。よし、いい感じです。チェストが13個。で、シークレットが2個なんで、外れが2つある感じかな。2つで多分13個大丈夫じゃない？なんで結構期待できる数かもしれません。魂のサイズか。まあ、出るやつは微妙になるかな。最近ユニーク出ないもんね。ウィーバーか。ちょっとやだな。ちょっと一発で行こうか。ちょっと装備を変えて、一発で倒しちゃいましょうかね。どうしてもね、やっぱ苦手なんだよね、ウィーバーって。なんで、ちょっと、一発でガツンと、やってみましょう。これとこれと、あー、影も用意しとくか。いや、いいや。これでいい。これで、ちょっと行っちゃいましょうか。あいつが出てくるからね。出てくるから。これで。OK。来い！よっしゃ！ OK！ まだ出てくる？来ると思ったよ。よし、OK。行きましたね。なんか変更でね、ガーッと食らうから、最近ちょっと苦手だったんだよな。おっしゃ、いいよ。いい感じで出てきてくれてる。炎か。炎は全然余裕でしょう。あ、違った。召喚者か。炎かと思った。あ、炎はもうちょっと違う場所か。てか、ノーマルしか出ないぞ。またウィーバーか。嫌だな。まあまあ、もう出口ね、すぐ横にあるんで、死んでもいいんで、このまんま行きましょう。やっぱりやっぱりか、ここ嫌いだわ、ほんとに。やめろ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 、もう仕方ない。いいっすよ。もう出たらすぐクリアなんでね。またノーマルギン。一周目おしまい。いい感じだったね。いい感じだった。4体出てきてくれたけども、そうか、ノーマルばっかりだ。ユニーク出てない。まあまあいいや、見てみましょう。ダメ。サブ流。よくないね。次のアップデート、どんなのが来るだろうね。どの装備が主流になるだろうか。カバンビルドはもうダメになったりしないだろうか。なんかすごい不安なんだけどね。どうなるんでしょう。まあもちろん新しいね、装備も出てくると思うんで、そっちが主体になる可能性もありますよね。お守護者。ダメ。ハープクロス。ダメ、ダメ。はい。二周目いきまーす。はい、来ましたー。でもここか。ここは別に狙えない場所だよね。特にいいものは、ない場所なんだよ。ああ、ちょっと待て、ちょっと待って、しる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 、だよね、だよね。ちょっと待って。これは厳しいぞ。まあ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 、一発雷が決まれば、終わり、オッケー。おお、参上と終焉か。いやいやいや、これで強いの俺見たことないな。いや、でもわかんないよ。わかんない。使えるやつがあるかもしんない。ここかー。ここは別にいらないんだけども。まあいいや、ユニーク来てくれ。来ない。ほん
とユニーク出ないね。最近全く見ない。2周目おしまーい。まあユニークは1個出たけども、ちょっと出が悪いかな。全部ノーマル品いりません。どうだ真ん中、よろしくないね。ホークブランドもいりません。次タイタンどうだ。ファイアボルトスロワーはいらないね。いらん、うん、いらん、いらん。どうだ、お、クールダウンついてる。あー、でも、下が良くないな。惜しいね。タイタンだったらば、35% 軽減もついてるし、魂 50% もついてるんで、影ビルドとかもいけたんだろうけども、いりません。はい、次。あー、ベノムグレイブか。いらないね。はい、3周目いくぞ。よーし、3周目もちゃんと出てきてくれてるよ。でも、ここか。ここじゃない方が良かったんだけどね。まあいいや。行くぞ。ちょっとここで、やります。あ、ちょっと待って。やっべ。よっしゃー。でも、これか。よろしくないねー。よし、また出た。でも、ノーマルなんでしょ？どうせノーマルしか出ないんでしょ？なんかそんな気がする今日は。ノーマルしか出ない気がするんだ。ほら、なんでノーマルしか出ねえよ。なんだろうね。よーし、3周終わりました。全然ダメだった。全然いいのが出ない。せめて最後いいの1個出て。ダメ。おい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 、なんだこれ。おしよしよし。あ、ああ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 あ。これはいい。これは当たりだね。うんうん。アーティファクトのダメージが 50% 入ってるんで、これは雷のダメージがかなり多くなるね。うん。で、サプライズギフトが入ってるから、最初から矢を入手しやすい。うん。あー、でもね、エナジーが2なんだよな。でも2でも、まあ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 、悪くはないか。一応買っときましょうか。これは、良さそう。黄金のピグニアーマーゲット。おっと、イカ！おいって、クールダウンが入ってない。真ん中にクールダウンあればまあまあよかったけどね。いりませんね。はい、ということで出たやつ見てみましょう。下から全然あれだけどね、ノーマルばっかりなんで。魂のサイズいりません。狼のアーマーいらない。超級いらない。で、壊れた総ブレード、もちろんいらない。槍もいらない。双剣もいらない。もう一丁狼いらない。どうだ？凶暴化か。なんだこれ？このエンチャント。輝き輝き輝きじゃねえか。いらないね。とても使えそうには見えない。やめときましょう。うん。なんか回復特化みたいな感じになってるね。やめます。はい。ということで今日は、一応黄金のピグリンアーマーゲットしました。黄金スキルが、アーティファクトエナジーか？うん。HP をアーティファクト使った時に回復するってやつ。なんで、まあまあ、いいでしょう。で、エンチャントで、クールダウン、雷、炎、だね。まあ、悪くはないんじゃないっすか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。